でさらにこの先どうなっていくのかというと、電子ブックリーダーみたいな製品が、過去にいくつか作られて、失敗したものもありますし、先ほどのアマゾンの Kindle みたいに成功しているものもあるんですけれども、画面をですね、液晶ではなくて電子インクというもので作ろうという動きがあります。でこれはその先でですね、実は普通の雑誌の表紙を電子インクで作ったらどうなるのかということで、エスクワイヤー紙ですね、これ残念ながら日本では、休刊になってしまったんですけども、アメリカではまだ発行が続いています。で75周年記念の号の表紙簿、この e インクという電子インクで作ったわけです。そうすると表示がどんどん変わっていく表紙というのができたわけですね。でこれもインターネット上では YouTube とかで見られるんですけども、なかなか実物を見る機会がないと思いますので、今日これが実物を持ってきました。でこれが今ここネオンサインのように映っていますね、変化しています。はい、ちょっと待つといろいろ変わっていくんですけども、これがですね、あたかも光っているように見えるんですが、液晶のようなバックライトではなくて、実はこれ反射で光っております。ですから紙と同じ反射率を、近い反射率を持っているので、紙に字を書いて読めるような明るさであれば十分光っているように見えるというのが、電子インクの一つの特徴なんですね。でこれを実現するのに非常にお金はかかっているので、実はこちら型に、フォードの新型車のコマーシャルですね、広告が入っています。でこれも、なんとなくちょっと、地味ですけども、ネオンサインの街を、タイヤ回して疾走しているようなイメージで、この電子インクが使われているわけですね。一説によると、これをやったがためにフォードはダメになったのではないかというか、破産してしまったのではないかというような話もありますけれども、こういうような試みがアメリカでは積極的に行われているということになります。ただこれがですね、今見てもいただいても分かるように、まだまだ小さいサイズでも高価ですし、これはカラーが出ているように見えますけども、実はフィルターでカラーを乗せているだけで白と黒だけなんですね。でカラーの電子インクというのができてますけども、なかなかまだ色再現性が悪かったり反応速度が遅かったりするので、これはこれからの課題であろうということになります。ただ技術的にはこういうものもできてきている。そのうちには例えばこういうようなディスプレイの上で本を読むようになるのが当たり前になるかもしれないわけですね。